はい、一つきます清水です。本日はですね内閣不支持率がですね政権復帰以来、えー、最も高くなりですねこれ大変にやばい状態にある岸田政権を救う一つの希望がですね本日生林心がありましてで、この政治心理委員会でですね、えー、下村博文さんがですね え森の悪口を言いまくってですねあいつが悪いんだーとかっていうふうに叫べばですね政治も面白くなったんですけどもこれ16時34分に撮影してるんですが月曜日のねいやもうこれぞザ「ザ時間の村」もう「下村博文だもうお前なんてダメ村博文でいいよ」みたいななんかもうまあ結局言ってることは何も分かりませんよく分かりませんた知りませんでしたみたいななんかそれの連発で「お前根性出せよ」って。 せっかく一月つき万冊でも根性を出すかっていうふうにですね盛り上げたじゃないのまあ、でもやっぱダメだったなっていう感じなんですけどちなみに、えー、朝日新聞の世論調査が出ておりましてで裏金問題での岸田首相の対応を評価するかということに関して、まあ、一貫して評価しない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 っていうふうになってますね。 まあ2月評価す,あのする10%がですね評価する13%と3%上がったらまあ一応政治開いたでもまあ首相がわざわざ出てきた割にはだめだなという感じでで裏金問題で派閥の幹部の説明は十分だ3% <laughs> <laughs> すげえ数値だなこれ <laughs> これがまさにね,ね森喜朗新喜朗、えー、のような、えー、消費税以下の 支持率というこういうううこ状況ででですね裏金問題で森元首相を国会に呼んで説明を求める必要があるかないか65%の国民が「いや呼ぼうぜ」って呼ぼうぜって,ぜって言ってるんですけどでそのキーパーソンがですね下村博文だったんですよ森喜朗とすっごい仲悪くってね。 でそれでついにいろいろぶちまけてくれるんじゃないかと森の首根っこをね出してくれるんじゃないかと期待していたのは全メディアでございますよ。うん、ね何でかっていうと例えば朝日新聞がなんと昨日ですね3月17日にこんな記事をアップしてるんですよ。<laughs> ぶちまけるのでは遺恨の下村氏西林氏家森氏めぐり何を語るのか、まあ、結局何も語らなかったんですけどこれ結構気合入ってるんですよ。こういう風なパーポ裏金作りが始まったね時期は。 ね、森さんが首相だったらこれなんじゃないかという。風うにこううん。たらかんたら書いててこれ見てこれ対立排除懇願こんなお前 <laughs> サブでまで作って。<laughs> まあ、ここは分かりやすいんですよ。あの新国立競技場を森さんがね。あの五輪たあの組織委員会の会長やってる時に進めてった時に、あの予算が高すぎるかって。下村さんが排除されたわけですよ。で、そしたら森さんが怒ったと。 でその結果、うん、森さんが安倍派幹部から下村を排除したという流れになって、まあ下村が,が土下座して安倍派の会長就任を懇願して2000万持ってったっていうような話とかを含めて、いいですか、ここまでもう盛り上げたんですよ。その結果ですよ、<laughs> 本日の整理士、<laughs> <laughs> もう、なんで出てきたの、お前 <laughs> っていうレベルで。うね、というわけん。 出てきたのはなぜかって言ったら、うん、まあちょっと俺も話したいなっていう、もうなんか、うん、まあ好意的に見ればおそらくちょっと言ってやろうと思ったけども、圧力が強くってこすくだけっていう、うん、そのけで今日もですね、あのー、まあ選挙権を得てから一度も自民党に投票したことがないという本丸さんとですね、えー、この問題を話ししていきたいと思います。えー、本丸さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。 いやー、もう下村くそやな。もうダメ村博文でまた、ね、もう、さらに、支持率は下がるんじゃないかと。いやー、なんかもうあのー、まさに本当に聞いていると、うん、時間の無駄で、うん、なんか、すごい時間を浪費してるっていう、なんかあのー、非常にこう、 怒りが込み上げてくる感じ。あのー、今日は1時から NHK の BS で、あのうん、戦場をかける橋っていうね、はい、昔の大昔の戦争映画の名作がやってて、で、3時43分に終わったんで、うん、ちょっと聖林心、頭の部分がかぶっただ,<う>だけど、うん、一応ね。 下村が何か言うかなと言いながらあやっぱり「あっあのウィリアム・ホールでどうなるのかなーってって?」<laughs> だと。何回も行ったり来たり行ったり来たりさせられて。えー、じゃあですねちょっとそんなあの期待外れだった下村博文の代わりにちょっとねあのこんな映像を。<laughs> これはですね今回の朝日新聞でも問題になった、えー、自民党のアレンチパーティーのやつなんですよ。 これ,<ー>これも朝日新聞世論調査をとっていてですね、えー、自民党若手議員らによる過激ダンス懇談会朝日新聞の表現だと過激ダンス懇談会という何か,なんか上品だのか下品だのかよく分からん、まあ、あの実態としては下着のような、ね、お姿をされたダンサーたちに口、えー、中出世チップ渡したりもらったりとかなんかもうけのわからんことをやっててこれは大いに問題だ えー、51%。ある程度問題が29%ということになっていてですね。まあこれもなんかさらに、えー、ダメージを与える感じ。っていうかあのこれを見て全く問題ではないの3%。何、羨ましかったのあのパーティーが。<laughs> 若いわけのパーティーが。<laughs> いやー、もうね。まあね。うん、ほんと。 あのパーティーも最悪だし裏金問題でも最悪やしなんか結局なんか口移しでチップ渡してる写真だけじゃなくてもうあの尻に尻触ってるよねっていうやつとかまで出てきて、うん、もういやあれは女性支持層完全に話したなっていう感じまあそうですよね、うん、でね あれもでも結局、なんていうの、ほら、あのー、もう去年ぐらいから問題になるだろうと、うん、写真が出れば。だから、そのこれを企画した河村うん,うーんっていう県議会議員、うん川端あ。川端か、うん、川端に辞職を迫ってたんだっていうね、自民党内、結局もうこれも自民党内の足の引っ張り合いなんだよね、うん、これね。 で確実にやっぱり世耕の元秘書である川端、うん、そして名前は出てない、まあ、一部出てるのかな他にも世耕の秘書が出てるんだよね,これね、うん、なんかそうみたいねそうそう川端っていうのは元秘書で今は県議会に、うん、で名前がそんなに明らかにはなってないけども世耕の現役今今世耕の秘書をやってる秘書が やっぱりこのパーテでんかもう自宅謹慎を申し付けてあるとかなんか「えー、っとお前なんか <coughs> あれかって、うん、江戸時代のなんかあの偉い人なの?」みたいなまあその様かお前はっていう。ねだけどパーティーに出てお尻触ったか何かしたかわかんないけど、うん、まあその程度のひことをやったやつはすぐに自宅謹慎。 うんだけど裏金、ね、せっせと作って全く申告しないでずーっとやってきて世耕、えー、さんのお名前をこう、うん、落としめた秘書は全く何の問題も何を言ってんすか何も問題ないっすよみたいな感じよね。<laughs> <っ>な,なんでないや一生が悪いってずーっと言い続けてその秘書には何も別にこっちがダメ。ね <laughs> だけど裏金作って脱税疑惑までなっているやつに関しては音が目指し<あ>とバランスがよくわからんバランスがめちゃくちゃってっ <laughs> それでさこの秘書が、うん、なんで世耕の今世耕の秘書が、うん、わざわざ和歌山県のこのパーティーに行けなければならないのか、うんうん、でそのことについては世耕は仕事で行っていたわけではないとか意味がわからん 仕事じゃないんだったら何なんだよこれって<ー> <laughs> <さ>趣味、えー、あ趣味かなるほど趣味か趣味かもなちなみになんかあの有名になったあの写真があるじゃないですかうちもサムネで大変お座りになったこのお写真これがどうやら世耕さんの秘書らしいですよ元秘書あ元秘書なんだだから川端研究ではないっぽいおお、そうなんだはいなので あのまあ日刊現代によるとこれがあの世耕の現在の秘書らしいんですよ。そうな,んだなので川端元気ではない可能性の方が高い。と<ー>いうわけで。っと、ね、つまりあってことは何世耕のあの秘書ってみんなこういう頭してるのスキンヘッドなのかもしれないみんなスキンヘッド軍団スキンヘッドっぽいのかまあ、単にちょっと薄,薄くなっているのかまあそらされるのか。あまあ、なんかほらあのこう 団結力を高めるためにそってるんじゃないですか。そってるんじゃないの。で、かつあのこういう悪いことをして、ええー、悪のこの何、結束力を高めるみたいな悪いことをし合って、そういうことか。ね。<laughs> まああの本当それを刺したのは要するに成功心よく思っていない側。二回<階>。二回側であった。 まあこの後に及んでよくやれ <laughs> てる<い>さ <laughs> いやこの後に及んでいまだに足の引っ張り合いをしてやっぱりやっぱり腐れ貴族どもはさ<ー>この後に及んでも自分だけは安泰だと思ってるわけよそうねだって自分だけは安泰だねとお <laughs> や自民党がゲアするダメ日本がダメ何を言っ んだ俺は安泰だけどあいつがなんかあの悪いことしてるから攻めてやれあんたに決まってるでしょってだからタイタニック号が沈んで自民党タイタニック号まあ正確に言うと日本号が沈んでいっている中で俺の特等席が沈む冠水するわけないだろうとあいつの部屋だけ穴開けてやれみたいなそういう無駄なことをうやってるやってるすごいよね。うん やっぱりだからこれ一つ取ってもまだ余裕こいてんなっていう,そうです感じするよね,よね日本経済はね全然安泰で30年ぶりにようやく30年前の株価に戻った、うん、あバブルじゃないかーみたいな間違っているわけですよ実際のところはもうものすごく下がっている状態ですからうんもっともっと上がらないと本当は意味がない,いうわけだよね、うん、そうですああ 本当さ、なんか、この下村も、あのー、えー、っとね、誰だっけ、国民民主の議員に質問されて、うん、結局ね、今回も聞いたけど、何も分かんなかったから、ぜひ承認官問出てほしいと、うんうん、って言ったら、うん、いや、私としてはここできちんと、きちんと、す、え、べ、ー、てを説明しておるつもりでございます。 つまり承認喚門には出たくないって言ってたわけ。ああそう。でそれを何回も聞かれたら、うん、私は偽証などしておりません私はすべて本当のこと語っているんですって、うん、ああんかこううんあのむなしいい感じがね、うん、あ本当に、ね、結局この人たち自分が自分だけは絶対安泰だって思って、うん、足の引っ張りやしてるわけでしょ。 そそそうそうそう犠牲になるのはい,、ね、いつもねそうじゃない人国民ばっかりですよこんなの。そうで下村でもさまあそのほら五人衆から冷遇されてるし、うん、森からも冷遇されてるということで、うん、ここはなんていうのダーティーなくせに、うん、本当はダーティーなんだけど、うん、本当のことをなんかちょろっとでも漏らして。うん 少しダーティーさが薄れるというかなぜかわかんないけどあのー、ヒーローっぽくなるチャンスだったんだよそうよ、<日>それを自ら逃した。完全に逃したね。うん、ああ、いやなんか、いやで特に森をなんとかするのかなと思ってみんなに言われてたわけうん、うん。期待してた。期待してたよね。もう佐藤さんなんか森をなんとかしろーって応援まで動画撮ってくれた。もう でうちらも下村君も今だ頑張れとかって言った朝日新聞ですら書いた他の新聞でもみんな注目してたでもみんな心の中で分かってた多分佐藤さんも可能性は当然考えていたおまさん最初から言ってたどうせ、ね、あんましゃべんないんでしょってでもさこれだったらなんか余計にね火に油というかそうよ呼ばれてないんだから<や>お前出てくんだよっていう話ですよ 本当にさあのー、一応ちゃんと説明したよっていう、うん、まあ自己満足、うん、自己満のためにですね、うん、我々の貴重な時間を奪うという,、ね、そう <laughs> お前戦場にかけるはずお前落ち着いて見れなかったじゃねえかねえ <laughs> なんか言うかな,なんか言うかなってこう <laughs> 行ったり来たりでも,もちろん戦場にかけるって何回も見てるけど。<laughs> <laughs> なんかしばらくぶりにねテレビでやったから、うんうん、見たかったなあ、ね、と思ってちょっと見てたんだけど「あったくお前この野郎お前のそんな発言なんか聞きたくて見てんじゃねえんだよ、ねえ」これだってさこれだったら出なかった方が良かったよまだそうねうだってさ出なかった方があの期待を引っ張っててさ、うん、あもしかしたら下村 あー下村も大変だなー自民党のやつら中,中で止められてるんだろうなーなんて勝手にさ、うん、勝手に下村があのー、弱い者いじめにあってるみたいなね、うん、あのあれで少し期待を持たせててさ、うん、まあでも森と仲が悪いのは、うん、もう周知の事実、ね、誰が誰に聞いてもみんなそういうわけでね、うん、でもう本当にこの うーん森からはバカにされてってさ、うん、相当腹渡がにゆくり返ってると思うんだけど、うん、それでも言わないっていうのは、うん、まあ最終的にそういう何か森についてバラしたら、うん、自分の身が危険だっていうぐらいのさもうなんか恐怖心があるんじゃないかこれ。そう考えると うん。なんか何人か沈めてるんですかっていう感じだよね。うん。あ<ー>だよね。ビビりすぎだろ、いくらなんでも。いや、だってさ、沈めてるぜ、森。え、なになになに、誰を。十四人の経理部長が一人、自分であれしたじゃん。<laughs> いや、確かに、あの日本オリンピック委員会の経理部長が、まあ、あの国土からね、うん、やってきた。もう長年の経理部長が、なぜか飛び込みをしたんですよ。うん。 あのー、でも何,何故か分かんないんですよね。そう全然発表もないし、ね。うん、森さんのせいかどうか分かんないけど何でか分かんないけどなんか飛び込んだんですよ。うん、いやーよく分かんないですね。だって JOC にね、うん、JOC の会長長年やってたのも森だしさん、うん、やっぱり何かある。うん、ね。本当んと白文下村としては今日が。 森にもうとにかく一撃を加えるさ、うん、最大の見せ場だったのに、うん、まあそのさっきまで聞いている限りでは何の発言もないと言って、うん、嘘だろうっていうぐらい何の発言もないちなみにあのホンマさん,ん JOC の会長は森はやってないですあれそうだったっけあのののオリンピック組織委員会の会長の方で 山下やっててその前が武田恒和でああそっかそっかそうだねそういう感じになってますであのほらなんだっけえっと JOC と関係があったそのほらかのジゴロ財団ああそれはえっと森がやってますねやってたよねでかのジゴロ財団にもいろんなところから金が流れててあのセガサミーの里見会長が 5億円か3億円か、うん、あの寄付しちゃったっていう。だよね、うんで。そこには当然だから JOC も絡んでるわけ、うん、で。その会計責任者がなぜかいきなり電車に取り込むっていう、うん。謎の事件でしたね。謎の事件だったよね。うん、あれもさ。まあそういうのがあり,あり、うん、まああとほら結局。 下村もまだ引退するとは言っていない、うん、衆議院やっててさ。うん、で、まあ本人は自分だけは大丈夫だと思ってるだろうから <laughs> 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 次の選挙も出るつもりでいるんだろうけれどもまあその時に森を敵に回してっていうん、よかすでに敵だと思うけども。う敵だよ。ね。なのにこれ以上、まあ、敵に回しては。 えー、ちょっと怖いなと思いになったのかわからんが、うんうん、まあ、ともかくえなんで森に責任かぶせないのっていうね、うん、うん、なんか森吉郎被われてるよね、なんかね、でもなんか一応か証人閂門に呼ばれるリストの中には森吉郎も入っているのかもしれないみたいなことをですね。 証人喚問じゃなくても現時点では岸田首相はあの話を聞く関係者裏金問題で森元総理は含まれていると、うん、これ言ってるんですよただこれはあ,のあくまで自民党議員の中の話なので証人喚問は国会に呼んでやることで、うん、なおかつ国会で、えー、嘘をついたら偽証罪に問われるわけですから。うん まあそこまで厳しいのではないけども一応話を聞く関係者の中に森本総理は含まれると、うん、いうことにはなってますそうだね、うん、まあとにかく今ずっと今日も下村が言われていたのはそのキックバックっていうのは誰がいつ始めたんだっていう話は、うん、まあやっぱり結局今日もああよく分かんないんで中っつって。うんうん でもまあ1998年とかなんとかの頃の会長は森さんでしたよねって、まあ、ちょっとね森をにわせたのその瞬間だけだったもうそれだけかよもうこの野郎まぁてめえって感じ、ね、<あー> <laughs> 全然全然こう見事に期待を裏切ってるっていう <laughs> あのー、すごいよね、うん でも自民党の中堅ぐらいのやあのー、やつからも質問受けてたけど、うん、自民党のその質問したやつにもさ、うん、何も新しいことが明らかにならなくて残念ですとか言われてて <laughs>、ね、味方にまで言われてるっていう <laughs>、うん、<laughs> ああ全、ま、くさもうすごいよねまあ、うん、本人としてはだからこれで そのいわゆる5人衆に対して恩を売ったと。<laughs> っていうつもりなんだよきっと。なるほど。俺はお前らの後ろから刺さなかったぞと。うん、うん。だから、あのー、あんまり俺を邪険にすんだよなっていうさ。うん、まあ多分そういうことだと思う、これ、うん、メッセージ。うん。あのー、特定の人間を、いや、あれ キックバックもう一回やろうよって言ったの高木だよ高木ってあの時パンツかぶってたもんなぁとかって、うん、いやいいのにそれ言わなかったわけですさ <laughs> まあそうやねうんうんだからやっぱりウォンを売ったんだと売った形になってると思う、うん、だってね安倍が辞めろって言って一回は辞めるってことになったのを、うん、安倍が亡くなったから復活させたと、うん、みんな5人が5人5人とも いや誰が言い出したのかも何にも覚えてないけどやるってことに気分 <laughs> しかも、まあうん、仮にも派閥のトップな当時のね安倍元総理がいやこれやめた方がいいんじゃないのとは言いましたうんだか,だから安倍さんはすごくすごく裏側のことを憂慮されていたんですようんうんでもなんか分かんないけど続いちゃったんですなんかよくわかんないっすってお前らアホな <laughs> いやもう意味が分からん。<laughs> 普通に考えて小学生にだって通用しない話でさ、うん、ね、あのね、学級で、うん、ある学級で、えー、っと、みんなから給食費、まただ,だ何でもいいよ、うん、なんか買うためにね、お金を集めようって話になってたと。うん、でずーっと1年間やってきたけど、そろそろやめようかっていう話になった。うんで えー、学級会を開いてやめようかって言ったけどあやっぱりやるってことになったと、うん、じゃあそれって誰が決めたんですかっていう話を聞いてるのにいや誰が決めたかわかんないんだよね <laughs>、うん、って言 <laughs> こんなのお前小学生になって怒られるぞっていう話を延々とやってるわけじゃないちなみにその渦中の森さん昨日の自民党大会にはこんな感じで。おいたんだね元気そうですね。 またでもさやっぱいるんあの面を出してくるっていうさ、うん、やっぱりそこにはやっぱり計算があると思うんだよ、ね。俺はまだいるぞと、うんで。ちなみにこの右側の女性橋本聖子さん、まあ、橋本聖子っぽいね。うん、ぽいね、うんうん。お父さんを大事に思って、うん、指導者を。 偉大なる指導者いやまあでもこの一応きちんと身だしなみしっかりしてるからね、うん、カフスボタンまだ痩せてないしね <もう S 2> 依然として太,太ってるじゃない、うん、カフスボタン止めてストライプのシャツにおしゃれなネクタイして,、うん、イして誰が選んでんだこれ <laughs>、うん、結構いういう意外とバシッとしてますけど。 うん、なんかまあ来てるのが森喜ろって考えるだけで全て私は嫌だなっていう感じがしますが <laughs> <ー>でもここに出てくる体力気力があるかられは国会にねあのー、参考人招致とかさ承認官房でも,も呼んだって全然出てこないんでも呼ばれた時は「ああじゃあわしあのもうちょっとあの <laughs> あと体動かないんでいけませんもう大丈夫悪いんで無理じゃあ」っつって。 言うと思うけど、うん、まあすごいよね。うん、でもこういうところには顔を出して俺はお前あの依然としてちゃんと力持ってるぞということで、うん、なんか何俺を何国会に呼ぼうとかっていうフラッチなやつらはあの本当後であので「お前はもうあのなあの月のない夜は外歩けんようにしてやるぞ」みたいな。うん そう,うさ無言の圧力無言の圧力だと思うよこれはうん、うん、う本当にすごいね、はいまだにでもいつまでこの人いるのもう <laughs> すごいやいつまでいるんですがこいつのせいべ、まあ、てがこいつのせいではないけれども、うん、まあでもこいつのせいもあって自民党っていう船が今 転覆しようとしてるわけです、うん、本当にまあでも自分は何も悪くないと思ってるだどしねまあちなみにこの人が初めて大臣になったのって文部大臣なんですよ <laughs> でそれって私が6歳の時とかだよ <laughs> うんそっからずーっと今だにいるっていうね <laughs> すごいでしょいやどういうこと <laughs> マジすごいよね 森さん何気に,にあの内閣官房副長官文部大臣通産大臣建設大臣、えー、あと総理大臣ともう駆け上がってきておりますっでねえで一回ねもうがんでさ、うん、本当にこの方がこけちゃって、うん、あもうさっさと行くんだなと思ってたらだ、うんうん、オプシーボガがぶ飲みしてまあがぶ飲みしてないんだけどててこうやって復活してるわけだ。 多いよまあな、まあ、高橋からもなオプシーはな300万円だから、まあ、300あのお金届けんなら300万円で、ねうん。とか言われてるあの高橋亜希子から。まあとはいえですね <laughs>、まあ、そんなあのバカみたいなバカ騒ぎがずっと続くわけでもなくですよ確実に、まあ、自民党という船もそして日本も同時にこうズブズブズブズ,ブズなり続けている中でいつまで内輪もめしてんのっていうところでね。 今日は本間さんと急遽を取らせていただきました。もう下村白馬だめ村白馬だったー。だめ <laughs> 村でいいこれから。もうだめ村でいいよ。お前はだめ村だ、うん。お前だってまあ森憎いんだろ。下手な白馬だった,ーなた。なんで人たち浴びせないんだよって。下手な村の村長さんだったー。ダメだったー。だからダメだから森に。 バカにされるんだよ。そうね。時差までしてもさ、あのお前どうせ切れないんじゃろバーカって思われてんだもダサい。<laughs> ダサすぎる。でまあそのダサさは自民党の支持を下げる方向に行くでしょう。これは間違いなく。<laughs> まあ中分けて、えー、本間さん本日もありがとうございました。あ<ー>まあそんなわけでですね、えー、本間さんね、まあ最後に下村博文がやったことを皆さんもちょっと実感してほしいなと。 思うんですけど実はですね清水さん皆さんにねあのすごいプレゼントがあるんですスペシャルプレゼント企画を考えていてですねいや一体どういうプレゼントなのかをですね1週間後に発表しようかなと思っているんですよこれはほんさんに向いていないことなんですよねそれでは今から1週間が経ちますくる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 くやっぱやめたプレゼント企画あ、地下そんなこと言ってたっけ って言われたらさ、なんかガクってこない。なねうん、でも最初からプレゼントはプレゼント企画なんか言ってなかったらさ、それは何にも普通に過ぎていったのに、下村のやったことは多分これと一億倍ぐらい刻印を逆さでしたと思います。<laughs> なんか言いそうだったもんな。なんか言いそうになったじゃん。うん というわけで今日もドッグ師匠うちの番組はカンパイで成り立っておりますのでカンパのやり方 YouTube 説明欄にあの書いてあるのでぜひよろしくお願いしますなわけでじゃねーどうもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間竜さんはですねえー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。